皆様お疲れ様です。時にこのゲームにおいて、最も弱いキャラといえば誰を思い浮かべるでしょうか。思い浮かべるキャラは三者三様だと思いますが、大体3タイプに分かれると思います。1にレアリティが低い、2にステータスが低い、3がスキルが弱い。このどれかに当てはまるかと思います。しかしながら、低レアリティならある程度弱さが許容されるため、真に弱いキャラというのは、無駄に高いレアリティを持ちながら、ステータスもスキルも雑魚という、どこをどう切っても弱いとしか言えないキャラを指すのではないでしょうか。しかし、そういったキャラはネタ扱いされ、愛されるキャラになることがあるのもまた事実。つまり私が言いたいことは、最弱キャラとは、無駄に高いレアリティを持ちながら、ステータスもスキルもクソ雑魚で、ネタにもされないようなキャラ、ということになります。そんな存在意義を問われるようなキャラがいるわけにいました。残念ながらそういったキャラはこのゲームにも存在してしまうのです。今回はそのキャラを紹介しながら、記憶の片隅にでも置いてもらえるようにしていただきたいと思います。図鑑ナンバー69といえば、そう、ファマスさんですね。ファマスさんは、星4のアサルトライフルです。星4のアサルトライフルといえば、ここら辺のキャラと同じであり、非常に強力なライバルが多い環境なのがわかるね。ではファマスさんはどんなキャラなのか、数字を用いて見ていこう。まずはステータスを見ていこう。ステータスはこんな感じ。これを見るとわかる通り、典型的な低火力高射速のステータス持ちなのがわかるね。ちなみに、似たようなステータス体系には M4 や G11 など、トップクラスのキャラクターが軒を連ねており、ステータスだけでは必ずしも弱いとは言い切れないね。次に陣形効果を見てみよう。陣形効果はこんな感じだね。範囲が右斜め前のみとやや使いにくさがある代わりに、まあまあの火力バフと命中バフを持つよ。でもこの命中バフはあまり使う機会がないので、実質火力 25% バフと考えればいいね。火力バフだけで見ると、同じレアリティなのに、使いやすい陣形と火力バフ 30% の G36、陣形がより使いやすくなった K2 や AK12 などがいるから、どうしても他より劣ってしまう印象が否めないよ。最後に一番肝心なスキルを見ていきます。スキルはこんな感じ。わかりやすく言うと、効果範囲の異なる榴弾を3発発射するというスキルだね。このスキルが、ファマスさんが最弱たるゆえんと言って過言ではないよ。このスキルの弱い点をまとめると、威力が弱い点。そしてゲームの仕様に合っていない点があるよ。それぞれ説明すると、威力が低い点に関しては、同じ星4の速攻と見比べれば私の言いたいことがわかると思うよ。全く同じタイミングから放たれる榴弾なのに、これほどまでに差があるのは驚きだね。全部の榴弾が当たってもファマスさんは速攻の倍率を超えられないよ。さらにゲームの仕様というのは、このゲームには無敵時間があり、敵のリンクが減ると数フレームの無敵時間が発生するんだ。このスキルは多段ヒットなので、その無敵時間に攻撃があってしまったら、ただでさえ悲惨なこのスキルはもっと見てられないようなことになってしまうよ。さらに追い打ちをかけるのが、ファマスさんとこのスキルの相性の悪さだよ。榴弾スキルはキャラクターの火力ステータスに依存しているわけだけど、ファマスさんのステータスは低火力。つまり、ファマスさんではこのスキルと全くマッチしていないということになるよ。これでどうやって戦えばいいんだろうね。今回の動画をまとめると、星4というレアリティを持ちながら、ただでさえ使いにくく弱いスキルに、相性の悪いステータスを持ってしまい、陣形もパッとしない、紛れもない最弱キャラと言って差し支えないキャラだったね。ネタ枠にもなれないあたり、本当に弱くて見向きもされないんだと思うと悲しいね。しかし、唯一褒められる点があるとすれば、それは幼女スキンがめちゃんこ可愛いこと。私はこのためだけに、ファマスさんを育てることを決めました。さて今回の動画は以上となります。面白かったらチャンネル登録高評価、コメントよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。